ジェフリー・バトルさん、カナダ。トリノオリンピックの銅メダルはスケーティングとスピンで掴んだメダル、ジェフリー・バトル、カナダ。今シーズン序盤は怪我で欠場、この世界フィギュアにぴったり照準を合わせてきました。トリノのメダリスト、ジェフリー・バトル。最初はコンビネーションジャンプ、トリプルフリップ、トリプルトーループ。トリプルアクセル、こらえた。出場した四大陸選手権では全てのスピン、ステップがレベル4。ジャンプだけではないスケートの魅力を伝えてくれる選手です。トリプルルッツ、ステップから最後のジャンプ、これも決まっています。ハイエッジワーク、さすがという演技。一つ一つの動きが本当にスムーズですよね。そしてあえてステップをつなげる構成です、このショートプログラム。いや、スタンディングオベーションです、ジェフリー・バトル。いやー、来ましたね。カナダ国旗が誇らしげに揺れています。なんかホームみたいな感じしますね。ここは日本の東京体育館ですが、いや、凄まじい量の花束が投げ込まれています。これはナイススマイルですね。そしてね、本当に100万ドルのスマイルですね、はい。いやー、ジェフリー・バトルがただ今シーズンは怪我もあって調子は果たしてどうなのかというふうに思われていましたが、さすがトリノのメダリスト、ぴったりとこの世界選手権調子を合わせてきました。トリプルフリップからのコンビネーション、トリプルトーループ、そしてトリプルアクセル。四大陸選手権では転倒したジャンプですが、彼は昔からアクセルの苦手意識があったんですが、本当に調子が良くて、もうトリプルアクセルがいいんだよっていうふうに試合の前に言ってたので、そうですか、はい、自信持って飛んだんだなと。そして最後のジャンプ、よくこらえましたね、これは。まあ、バトルというとジャンプ以外のその要素が非常に高い評価を受ける選手ですが、
ジャンプも決めた、そしてスピン、ステップ、これはさすがというそんな演技でした。世界選手権は2005年モスクワ大会で2位銀メダル。ただ去年地元カナダで行われた去年の大会では6位、まあ、ライサチェクを迎えて会場からは期待感、大きな拍手。この後のグループ最後の滑走がエバン・ライサチェク、アメリカチャンピオンです。さあジェフリーバトル、これは高得点が期待できそうです。まずは技術的な評価、テクニカルエレメンツ、42点台にどよめく東京体育館。さあプログラムコンポーネンツは7点台が並んだ 37.24、 すごい、 79.90、 自己ベストを更新。当然ジェフリーバトルはこのポジションに飛び込んで現在トップ、トリノオリンピックブロンズメダリスト、ジェフリーバトル、素晴らしい演技でした。現在の順位は第1位です。